コールダックと言います。世界最小のアヒルとして非常に人気の高い種類です。で、普通のアヒルに比べると二回りぐらい小さくて、で非常に可愛らしいアヒルです。でただコールダックという名前は、呼び声が非常に賑やかなので、人を呼ぶアヒル、コールダックと名付けられたそうです。今も鳴いてますが、こんな風にしょっちゅう、賑やかに鳴いています。チラシをよく見てください。横のところに串の刃のようにギザギザになっているのが分かりますか？コールダックは餌を食べるときに水の中に顔を突っ込んで、で、くちばしから水だけをこし取るようにして水の上に浮かんだご飯を食べます。そのためのくちばしの構造です。